久保さん、戦場のメリークリスマスにしましょうか。あの、坂本龍一さんの,あのピアノ、戦場のクメリークリスマス、結構これ、僕は好きなんですけども、あの、前聞いてましたね。うん、いや、でもね、なんか、すごい人が亡くなったんだなっていうところで、70歳ですもんね。うちの親父が今、もう、今年70か。 なんでもうほとんど変わらないっていう年で、なんか、すごく、なんか、遠くなく、遠いけど近いみたいな感じですね。そう、親父がね、まだ50歳とかだったらあれなんですけど、ほぼ一緒ですから、親父、死ぬのかなみたいな <laughs>。うん。まあね、あの、この前、その、車のあれで、あの、電話ちょっとね、しましたけど、 まだ生きてますけどね。まあいつかね人間は死ぬので、まあ、しょうがないんですけども、うーん。なんで、なんで死ぬのに生きてんのかなっていうね、この哲学の、哲学的な話にもなりますよね。死ぬのに生きるっていうね <laughs>。これは永遠のテーマかなと。死ぬのに、ど,どうせ死ぬのに生きなきゃいけ生きているっていうね。ゴ,ゴールが成功ではなく、ゴールは死,死というね。 そこにだから、ね、そういうなんかあのー、こうき亡くなってから気づいていくっていうのはよくありますけども自分が亡くなったら何も気づけないんですよね。いってらっしゃい。